どうも皆さんこんにちは。はじめねホワイトボードを使いますと言ったんだけど使わないから、ね、せっかくこの方がかっこいいよね。テデックスがある方がどうしましょうかね、はい、どうもすいません。今のね金松さんの話いいお話でしたね。さっきねそこで隣になったんですよ。でなんかショートパンツ履いたかっこいいお兄さんが出てきて、藤崎さん、あなたは私の後ですからって、まあ、本当はそう言ったんじゃなくて、まあ2人で話しますからっておっしゃったんで、君学生って聞いたんですよ。したらいや僕はもう13年前に出てますからって、そうかと。だけどなんかすごい若いなと思って、でもなんか若い人ばっかりその後スピーカーになりそうだから、さっき学生の人に少し私は年取ってるけど年寄りは他にいないんですかって言ったら、いや40歳ぐらいの方もお出になりますからって言われて、そうか40でもここでは年寄りになるのかなと思って、でちょっとまあ年寄り臭い話なんですが、今グローバリゼーションってことについて私はなんか学生の間で3つ誤解があると思うんで、その話をして、それから少し大人の人の責任ということについても時間があれば話そうかなと思っています。3つの誤解というのは、1つは英語について、もう1つは国境国ということについて、3番目は日本を知るべきかどうかということの、この3つです。英語については大学受験を経て、まあこういうちゃんとした学校に入ってくると、まあ英語はまあ一応できるから他のことを語学をしっかり勉強しようとか、あるいは英語だけじゃダメなんだと、中身が大事なんだと、英語はまあいいから中身をしっかりという話を時々聞きます。まあよく成功された方の中にもそういう話をする、特に英語があんまり不得意な方がそういうことを言われるような気がするんですけれども、私はそれは両方とも全く間違いだと思います。大学に入ったからこそしっかり英語を勉強しなきゃいけない。第二外国はもちろん大事なんです。私も第二外国はフランス語で、ずいぶん一生懸命勉強してきました。だけど私のいた外務省でもアラビア語の専門家もロシア語の専門家も中国語の専門家もフランス語の専門家もみんな英語はしっかりできます。なぜかといえば ほとんどの情報、国際の情報は英語で来るし、交渉は英語で行われるし、契約は英語で行われる。だから英語はできた上で、それ第二外国ができれば世界が広がる。私も友達は随分、今日の、まあ、今日明日か、フランス人の友達と食事をしたりするんですけど、ものすごくそれで広がります。だけど英語はできなきゃだめ。でもう一つ、英語化じゃなくて中身だという話、これもね僕はすごくおかしいと思うんです。それはね60歳ぐらいの人はもうそれでいいかもしれない。だけど20代30代の人は両方できるはずです。もちろん英語だけじゃダメだけど中身も英語もできる。なんか変な例えですけどね、ラーメンが好きだという人が、ラーメンっておつゆとそれから、麺でできてますよね。どっちが大事なんだと、麺が大事なんだ、おつゆはどうでもいいってことはないんで両方やっぱりなきゃいけないということみたいなもんだと思えば、あまり分かりやすくないからじゃあ英語ができるってどういうことかっていうとね、一言で言えば聞くのは一番大事なんですが、まあテレビでも映画でも見て7割ぐらいは分かると。話すのは人様の間に割って入るぐらいできると。そして読むのは新聞だったら30分で読む、本だったら 2,3 時で読めると、それくらいのレベルでやっとできると、使えるレベルになってるんだろうと思います。新聞を3日間かけて読んでるうちに次の新聞出ちゃうんだよね。そもそもなぜ聞くのが一番大事かっていうのは、私が一番若い時にですね、何を言われたかというと、
外交官で一番出たのは国際会議で出て誰かが日本のことを侮辱したりしたらそこでやることしかない、手を挙げて反論するか席を立って退場するかどっちかだと。これは侮辱されたかどうかまず分かんなきゃダメですよね。分かんなかったらね、黙ってみんなと一緒に手を叩いたりとかもして 大変なことになりますよね。だから分かるってことは本当に大事なんです。それが英語についての話です。次はね、国境ってことなんですけれども、今いろんなことでボーダレス、国はもう情報もお金もみんなボーダレスになっているということで、国というのがなくなっているような感じがするかもしれない。しかしどっこい全然そうじゃないんですね。国ってはますます重要。国が大事だからこそ、国境が大事だからこそ、尖閣問題もあり、クリミアもあり、ウクライナもあり、あいつの問題もあるわけですよね。例えば後藤さんと湯川さん、気の毒だったんだけれども、窮地に陥ったとき、イスラムとの関係で、誰が助ける責任を持つか、ヨルダンと誰が交渉するのか、イスラムと誰が話をするのか、それは日本国なんですよね。国連でも何でもない。日本が責任を持つ。日本を守るのも、日本人を守るのも日本なんです。ですから、国境というのはそういう意味では全くなくなっていない。もう一つは、国際機関。これはなんとなく国より上にあるような機関みたいな気がするけど、全然そんなことはない。各国がお金を出し合って作ってるもので、まあ、各国がどうやってそれを通じて自分の国益を増進しようかと思っているものだと思って私はいいんじゃないか。だから私は国際機関の代表でしたけど、 WTO、WHO、ILO、国連を通じてどうやって日本国の国益を増進させて、それが世界の平和と繁栄にもつながっていくのかということになります。日本を置いて考えているわけではない。例えば国際機関の長とか幹部にみんなが選挙でいろんな人を出そうとする。各国が競争で出そうとするんですよ。で、それはなぜかといえば、各国が代議士を出している、各地方が代議士を出している。例えば安倍さんは山口県から出ている代議士で、一旦総理大臣になったら日本全体のことを考えなきゃいけないけれども、やはり山口県が出しているんですよ。山口県が落としちゃったらもう出てこられない。それと同じように尾形先生もこの大学のから先生だったんですけど、UNHCR に出したときは日本国が応援して出した。そういう関係があることを忘れて、なんとなくふわっとしたもんだと考えると全く違うと思います。それは私はずっと国際機関を担当してきた経験から。3番目の誤解というのは、日本を知る、外国に出る前に、国際社会に出る前に日本を知らなきゃいけないという議論があります。それは違うと思います。順番が違う。外国に行けば日本のことを知らなきゃいけないということに気づく。もしそれをやる前に日本のことを知ろう、私は日本の一番強みは日本の文化だと思います。だけどお茶、お花、能、歌舞伎、富士山、和食、いろんなことを勉強しているうちに年取っちゃいますよ。まず出てって、いやいい。それから外国の人の関心もお茶やお花じゃなくて、もしかしたら隈研吾の建築家、あるいは、一生の洋服家、村上春樹の小説家、映画家、いろんなものがありえます。だから何も日本のこと全部知ろうなんてしてる必要は全くない。アメリカ人だってアメリカのこと全部知らない、イギリス人だって知りませんよ。とにかく早く出てく方が私はずっと大事だと思います。知らなくて恥ずかしいということはよく言う人がいますけど、それは私は違うというふうに思っています。だから結論を言うと、まず英語をしっかり勉強してほしい。それから2番目は、国境というものはしっかりあるということを覚えていただきたい。3番目は日本を知るというようなこと、それは究極的には大事です。しかしそれにとらわれないで出ていく。そしてできればみんなに通用する話、今ハリウッド映画でもいいし、オリンピックでもいいし、みんなが面白がってるものを話せるようにする。言ってみれば、秋田県か佐賀県から来た人がこの中にいて、
毎日会うたびに俺の件の話しようじゃないかって言われたらみんななんとなく嫌になっちゃうでしょういると申し訳ないけれども、しかしだから一般的な話をできることをすることが国際人へのパスポートであろうというふうに私は思います。それじゃあ大人の責任という最後に数分残ったんでお話をいたします。何か時々帰ってきて、まあ、帰ってきてって何年間外国に行って帰ってくると今の大人の人が、若い人は覇気がないと、覇気だと、外国に留学しないとよく言って愚痴をこぼします。おいおいと、違うんじゃないかと私は思う。今の日本の中学高校の教育を受けてアメリカの大学に行って授業が分かるかと、分かるわけがない。じゃ お金はどうやって工面するんだと、あの高い、入学金と授業料。じゃあ向こうから帰ってきて就活の時大丈夫なのかと。じゃあ会社に入ってから就活の時にちゃんと大学みたいに帰国子女枠を作ってるのかって言ったら大抵の企業は作ってない、まあ、だんだん良くなってきましたけどね。それから会社に入ってからもなんとなく通訳要員みたいにならないかどうか、そこら辺のことを全部大人の方がきちんとしなきゃいけない。留学しろよというのは言ってみれば遠泳をしろよと、遠泳に出ろよというものですけれども、遠泳をする前に平泳ぎの基本を教えて、それから帰ってきたらちゃんと遠泳が終わったら芋がゆでも用意しておくと、そういうシステムができてない。一番初めにやらなきゃいけないのは何かといえば中学高校の英語のレベルをアップすること。それは何かといえば中学高校の英語の先生を国費で全員外国に送り出すことです。1年間送り出す費用は100億円です。1000人毎年先生になりますから、先生になって3年目ぐらいに全員出すと、ものすごい違うのが、その1年間行ってくるだけで自信を持って子どもたちに接する。1人の先生が30人のクラス5クラス教えて30年教えれば5000人になります。飛び立てもいいんですけれども、1人ずつ送っていくのは、先生を送るということをなぜもっとやらないのか。先生を送ればその先生はホームステイしたところのにまた子どもたちを連れていくとか、国際化にも役立つ。だから私は大人がもう少しやらなきゃいけない。それはスカラシップをやること、先生教育をやること、さっき言ったように会社の、就活の時受験の帰国子女枠を作ること、いろんなことでもっとやれることはいっぱいあるんで、そこをしっかりやりながら、それがうまくいかなくてそれにも応じなければ愚痴をこぼしていい。早く愚痴をこぼしすぎじゃないだろうか。なんとなく今大学の教師になりますと少し学生の味方になって、よく会社の社長さんやなんかに会うたびに、もうちょっとなんとかできませんかねと言うと、いろいろやってますがねと言うけど、あまりやってないんじゃないかなという気がするんで、繰り返し言っていきたいと思います。ちょうど1分、あと44秒になったので、だいたいここら辺でお話をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。